28日に 2018FIFA ワールドカップロシアグループステージ第3戦が行われ、日本代表はポーランド代表に 0-1 で敗れた。それでも同時刻開催の試合でセネガル代表がコロンビア代表に 0-1 で敗れたことで、日本は勝ち点、得失点差。総得点で並ぶセネガルをフェアプレーポイントで上回ったため、2位での決勝トーナメント、記事全文を読む。